そもそもですね、SEO で上位表示されていない原因っていうのを、まあみんなはね、勘違いしてるんですよ。あのちゃんとした記事がつけてれば、SEO で上がります。ぶっちゃけですね、ある程度 SEO で上がるんですよ。はい、ということで、今回は個人ブログがやるべき SEO 戦略を解説していこうかなと思います。 で、まあ、今回のねこの動画を見るにあたって一つ先に伝えたいことがありますそれ何かっていうと今まで常識とされてきた SEO 対策っていうのを一回捨て去ってくださいもうこれぜひお願いしますなんでかっていうとですね今まで常識とされてきた SEO 対策いろいろあるじゃないですかまあいろいろね本を読んだりとかネットで調べてこういう SEO 対策をすると上位表示できるよっていうものいろいろあったと思うんですけど結果的に今うまくいってますかって言ったらおそらくほとんどの人がうまくいってないと思うんですよ なので、そのやり方してでもしんどいと思うので、まあぜひね、この動画を見る人は、まあ今までの SEO 対策をね、一回して座って、まあこの動画の SEO 対策っていうのを参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで、まあ早速ね、結論というか、じゃあ SEO 対策、まあ SEO 戦略、どうやっていけばいいのっていうのを解説していきます。えっと、今回3つの手順でやっていくことをお勧めします。で、まず1つ目が、 キーワード選定せずに記事を書く。で、二つ目が全記事の検索順位をチェックする。三つ目が SEO で評価されたキーワード周辺を強化するですね。はい。この三つの手順でやっていきます。おそらくですね、そもそも最初のステップ1ですね。キーワード選定せずに記事を書くなんていうことをやってないと思うんですよ。で、これも理由があって、 まあそうする方が僕は SEO で上位表示されやすいと思うんですよ。まあその読者満足度がどうこうっていうのもあるんですけど、それ以外の理由もあって。なので、まあこの3つのね、SEO 戦略でやっていくのが僕は個人ブログが SEO で上位表示するんだったら、まあやりやすいんじゃないかなと思うんでね、まあ、一個一個解説していこうと思います。そもそもですね、SEO で上位表示されていない原因っていうのを、まあみんなはね、勘違いしてるんですよ。何かっていうと、まあ非リンクが大事だよねとかって言われるじゃないですか。 で、まあ、コンテンツのね、質がどうこうっていうのも言われるんですけど、SEO で上位表示されてない理由って、すごいシンプルなんですよ。何かって、非リンクがないからとか、そういう話じゃなくて、シンプルに、あの、読者満足度が低いからなんですよ。まあ、結局ね、その読者満足度なんで低いのって言ったら、まあ、高品質な記事が書けてないってことになるんですけど、なので、まあ、そこができてない人っていうのは、やっぱり、あの、いくら頑張っても SEO で上がらないので、まあ、そこは前提として絶対に必要だよっていうことは、最初にね、押さえておいてください。 じゃあさっきの手順を一つずつ解説していきます。で、一つ目の手順ですね。キーワード選定せずに記事を書くっていうことなんですけど、このキーワード選定しないで記事を書くっていうのは、もう読者だけに集中するためですね。SEO で上位表示したければ、やるべきことは読者満足度の高いブログと記事を作ることです。もうこれ以外にないです。はい。 まあいろいろね、SEO 対策で重要なことってほんといっぱい言われるじゃないですか。そのさっきも言ったヒリンクだとか、あと最近の SEO 対策は信頼性っていうのがすごい大事だよと。まあいくら個人ブログでが頑張っても SEO では上位表示できなくて信頼性の高い、例えば上場企業とか、あとはまあ自分で 商品とかサービスを持っている事業者とか、あとは公的機関とかね、病院とか、そういうところがやっぱり評価される。だから信頼性がないと今の SEO はしんどいよねって聞いたことあると思うんですけど、えっとね、ぶっちゃけそこじゃないんですよ、ほとんどの人は。もちろん、非リンクがすごい集まってて、信頼性があれば上位表示はできるんですけど、そもそもそんなこと以前に、あの、読者満足度の高いブログと記事作れないっていうところが SEO で上位表示できない原因になっていることが多いです。僕はね、いつも言うんですけど、 そもそも、なんでブログ書いててお金稼げるのっていうところをちゃんと考えてほしいんですよ。あの、ブログ作って記事書いて広告貼ればお金稼げる。あの、それはその通りなんですよ。それはもちろんそうなんですけど、でも、そもそもね、なんでそれでお金稼げるのっていうところをちゃんと押さえておかないと、まあお金稼げるブログって作れないんですよ。で、この、なんでブログでね、お金稼げるかっていうと、結局は提供した価値、 の対価としてお金をもらえるわけですよここを絶対に理解しておいてください。だからブログ作って記事書いてればお金稼げるわけじゃないんですよ。ブログ作って価値提供できる役に立つ記事を書くからお金を稼げる。これを理解してない人がめちゃくちゃ多いです。ほとんどの人はまあ自分でねこう必死になっていろんなことを勉強しながらブログを作ると今までやったこともないことなんですごい必死になってやるわけですよ。ドメインってなんだろうとかサーバーって何みたいなの。 をまあこういろいろ悩みながらね迷いながらいろんなものを参考にしながらやっていくでやっとブログができたって言ったら今度は記事を書かないといけない記事って何をどうやって書いたらいいんだろうとかって思いながらこう悩みながら書いていくんですけど、まあ、そこに必死になってしまうわけですよブログを作るっていうことにも必死になるし記事を書くっていうこと自体に必死になってしまうでそうなるとどうなるかっていうと読者が置き去りになってしまうわけですよ でも、読者が置き去りになったら絶対お金稼げないんですよ。さっきも言ったんですけど、読者の役に立つとか、価値提供できるっていうところがすっぽり抜け落ちてしまうと、お金が発生しないからですね。記事を書いてること自体にお金が発生するわけではないから。まあ、当たり前ですよね。小学生が、例えば読書感想文書いて、それがお金になるかって言ったら、ならないじゃないですか。それはなんでかって言ったら、別にそれが誰かの役に立つものではないから。まあいいんですよ。その小学生の読書感想文は別にお金稼ぐ目的じゃないから、それでいいんですけど、 でも、例えば、あの、わかりやすいのは、一般の本屋さんに売ってる本ですね。この本で、自己満足な本を出版したところで、それが誰かに買ってもらえるかって言ったら、買ってもらえないじゃないですか。本を買う理由は、自分の悩みとかが解決しそうだから、買ってくれるわけですよ。なので、ブログでもそれと同じことをやらないといけないってことですね。はい、これは絶対に押さえておいてください。で、まあ、結局ね、読者満足度が低い記事っていうのは、価値提供できていません。 で、価値提供できていないとお金が稼げないと。こういうことなんですけど、ま、すごい単純ですよね。ま、そりゃそうだよねって思いますよね。だって、ま、あ資本主義というかね、ビジネスっていうのもそういうもんじゃないですか。ま、あこの時に重要なのが、ま、考えるべきは、キーワードとか検索エンジンよりも読者だっていうことです。はい。もうほとんどの人はね、逆ですね。ほとんどの人が考えてるのは、読者よりも検索エンジンなんですよ。 だから、読者満足度の高い記事を書くとか、まあ、読者ファーストってよく言われるじゃないですか。これからの SEO 対策は読者ファーストでやっていかなきゃいけないというのが、まあ、2014年ぐらいからね、言われてるんですけど、まあ、この言葉自体は知ってるし、意識してる気になってるんですけど、ほとんどの人ができてないんです。はい。読者のことを考えるよりも、全然検索エンジンとか、そういう Google のことを考えてる人の方が圧倒的に多いです。まあ、なので、結果的にはいい記事書けないっていうことになるんですけど、 はい、なので、まあそのね、このステップ1でキーワード選定せずに記事を書くっていうのはもう読者だけに集中するために、ね、あのキーワード選定しないということですね。どうしてもキーワード選定しようと思うとですね、あのー、検索エンジンのことを意識しちゃうんですよあの。読者よりも検索エンジンを意識しちゃう。このキーワードで上位表示できるかなとかね、そういうことを考えちゃうんです。まあ、ただ、この話を聞くとですねえ、今まで読んできた本の中にはキーワード命って どの本にも書かれてるけど、そんなんでいいのって思う人いると思うんですよ。で、ぶっちゃけですね、あの、キーワード大事か大事じゃないかって言ったらめちゃくちゃ大事なんです。めちゃくちゃ大事なんですけど、僕、基本的にこのキーワード命みたいなのって昔の考え方だと思っています。まあ、昔って、まあ、そんなにね、何十年前の話ではなくて、まあ、数年前とか、まあ、それより前ぐらいのイメージでいてください。で、何かっていうとですね、昔ってそもそもね、コンテンツの質、うんぬんよりも、 まあ、SEO って何で決まってたかっていうと、やっぱキーワードで決まってたんですよ。それ何かっていうと、結局、キーワードによってね、あの、競合の強いとか弱いっていうのがもう極端に違った時代があったんです。まあ、あったんですが昔はそうだったんですよ。なんでかって言ったら、みんながそこまで あのまだブログとか SEO っていうのをやってなかったんでだから例えばすごいお金儲かるようなキーワードに関してはすごいガンガン SEO が強いようなサイトとか企業がねブログとかサイト作って SEO 対策するんですけどそれ以外のキーワードいっぱいあったのでそういうところを狙っていけば結局個人とかあんまり SEO 強くない人でも上位表示できたんですよ昔はねでも今ってどうかって言ったらほぼ例外なくあの強いところが上に上がってるんですよそれは ブログとか、そのサイトとか SEO をやる人がもう爆発的に増えたからですね。みんながあここでやれば儲かるんだっていうのを結局個人もそうだし、企業もそうだし、みんなが気づいちゃったから。だからそんな空いてるキーワードみたいなのがなくなったんですよ。なので昔はキーワード選定をちゃんとすれば、その競合が弱くて書いたら割とすぐに上がるようなキーワードもあったんですけどそんなのなくなっちゃったんで、だからいくらキーワード選定してもどこも強いわけですよ。じゃあ今はどういうあのブログがね、 上位表示されるのって言ったら今はあの読者に役立つ記事っていうのが上位表示されるようになってますとこの時代背景も絶対に押さえておいてくださいなのでキーワードは大事なんですよ何回も言いますけどキーワード大事なんですけどあのキーワード選定ばっかりしててじゃあ SEO 上がるかっていったら上がらないですこれはおそらくねやってる側も気づいてると思いますあのキーワード選定の方法っていろいろねこうあるじゃないですかいろんなネットとか本とかまあ YouTube でもいいんですけどそういうところでも言われてると で、まあ、例えば、競合をチェックをして、そこで、せめて上位表示できるかどうかをチェックしましょうみたいなこともね、よく言われていると思うんですけど、いくら調べても、そんな弱そうなキーワードなんてなくないですか上の方を見たら、ほとんど、まあ、自分が知ってる、まあ、誰もが知ってるような有名な企業のサイトとかが出てきたりとか、あとは、どう考えても自分勝てないだろうみたいなサイトしか出てこないと思うんですよ。まあ、それそうなんですよ。それはもう時代が変わってるんで、だから、その、何、前時代的な、 やり方とか考え方をしていてもいつまでたってもね上位表示できないのでああのまあそのやり方をねずっとしないようにしてくださいもう一個言うとですねこのキーワード選定ねしてる人多いと思うんですけどほとんどねキーワード選定の意味がない人が多いんです何が何かって言うとですねすごいシンプルに言えば結局キーワード選定してじゃあ記事を書きますって言ってまあそれをじゃあ100記事200記事ってやって上がってますかって言ったら上がってないじゃないですか で、それで上位表示できてるんだったら、もちろんそれはいいんですけど、それで上位表示できないんだったら、キーワード選定してる意味ないと思わないですかで、キーワード選定ってね、結局難しいんですよ。難しい。なんでかって言ったら、SEO の難易度だとか、あとは競合の強さとか、収益性みたいなのを考えながら、キーワード選定するんですよ。例えば、まあ何でもいいんですけど、育毛剤おすすめっていうキーワードがありますよね。で、育毛剤おすすめっていうキーワードで上位表示できれば、 お金稼げるんじゃないかだから自分は育毛剤おすすめっていうキーワードで記事を書こうと。って思ってる人多いんですよね。まあ、もちろんそれはそれで別に間違ってないんですよ。確かに育毛剤おすすめっていうキーワードで上位表示できればそれはお金稼げますとめちゃくちゃ収益性高いキーワードですよ。でもそこで上位表示できるかって言ったらできないわけでですよなんでかっていうと育毛剤おすすめなんて上位表示できたらそれだけでもう1ヶ月で何百万も稼げるようなキーワードなんですよね。 で、当然、そんなところには、すごい強い競合とかね、あとは育毛剤作ってる会社とか、まあそういう上場企業とかも含めてね、そういうところがみんなしのぎを削ってるんで、そこに今からブログを始めたばっかりの初心者が参入してって勝てるかって絶対勝てない。で、キーワードで一個一個こういうのが全部違うんですけど、じゃあその判断を初心者ができるかって言ったらできないじゃないですか。まあ当たり前ですよね。全然できなくてもいいんですけど、なので、キーワード選定を するって言っても結局できてない人がほとんどなのでそのキーワード選定意味ないよねっていうことですただの僕の体験談とか経験談なんですけどぶっちゃけですね高品質な記事書いてればある程度 SEO で上がるんですよこれえっと押さえておいてくださいあのキーワード選定とかしないと SEO で上がらないって思う人いるんですけど違いますあのちゃんとした記事書いてれば SEO で上がりますまあどのキーワードでとかっていうのは まあ、この際、さておきですね。あの、まあ、いろんなキーワードで結構上がってくるんですよ。まあ、これは僕も経験あるし、実際にですね、あの、そういうブログ運営をしてるんですよ。まあ、僕が持ってるブログもそうだし、あの、僕がね、運用代行みたいなので、受けてるブログもそうですね。そのブログね、どういうブログかっていうとですね、別にキーワード選定とか基本的にしてないんですよ。キーワード選定とか全然してなくて、競合とかも全然チェックしてなくて、あの、 基本的には書書きたいいことを書いてるブログなんですよ。でも書きたいこと書いてるんですけど経験に基づいてあの書いてるんですごい読者に響くんですよその内容自体がだから上位表示されてるとでこれ全然昔の事例じゃなくてまあここ半年とか数ヶ月とかの事例なんですよなので別にキーワード選定しないと上位表示できないものじゃないっていうことですねもうう個言うとですねあの、SEO のアルゴリズムに、 ランクブレインっていうものがあります。このランクブレイン何かっていうとですね、検索キーワードにマッチする検索結果を表示するアルゴリズムですね。このランクブレインが出るよりね、前っていうのは、まあ、2010何年かなんですけど、まあ、14年15年ぐらいだったと思うんですけど、このランクブレインっていうアルゴリズムが出るまでは、結局何かっていうと、その検索キーワードと、その記事の中で使われているキーワードっていうのが、もうすごい、えっと、 重要だったわけですよ。だから、その、もうドンピシャでマッチしたキーワードをたくさん使うと上位表示できるみたいなアルゴリズムだったんですけど、ランクブレインがこの登場してからですね、このキーワードと違うようなことでも、その、関連してるとか関連度が強ければ検索結果に表示されるようになったんです。なので、コンテンツ次第でいろんなキーワードで上位表示される可能性があるんです。この特定のキーワードを狙ってとかじゃなくても、 コンテンツの質さえ高くて、まあ、読者満足度が高ければ、いろんなところで上位表示される可能性があると。なので、キーワード選定が絶対に必要かといえば、そんなことはないです。で、まあ、キーワード選定しないメリットみたいなのもう一つあって、これ何かっていうとですね、キーワード選定しないっていうことは、結局、そのキーワードだけを狙って、まあ、記事を書かないっていうことなんですけど、で、そのキーワード選定せずに、あの、上がるキーワードっていうのは、上位表示できる可能性が高いんですよ。 これ意味わかかりますかね、あのー、なんでかって普通にそてで上がるキーワードしか上がらないからまあ当たり前なんですけどこれ結構深いんですよみんながどうしようとしてるかっていうとですねみんなは上がらないキーワードで上げようとしてるんですなん例えばさっきの例で言うと育毛剤おすすめみたいなところですねでこういう育毛剤おすすめみたいな上がらないキーワードで上げようとするとどうなるかっていうと読者置き去りになるんですよ で、読者を左になって、あの、なんとか上位表示しようとするんですけど、結局上位表示できないんですよ。まあ当たり前なんですけどね。そんな強いところで上位表示って僕も狙わないので。で、そういうところで上位表示できない。じゃあどうするかって言ったらそこでは上位表示できないからって言って、いろんなキーワードで記事を量産していくと。で、その結果どうなるかって言ったら、どこでも上位表示できないみたいな感じになっちゃうんですよね。まあなので、あの、キーワード選定しなくてもある程度 SEO は上がるし、そうやって えっと、上がってきたとか、上がるって上位表示じゃないですよ。ある程度の順位。例えば20位とか30位とか。まあそのぐらいの順位に上がるんですけど、まあそうやって上がってきたところっていうのは上位表示できる可能性が高いっていうことですね。まあ上位表示できる可能性がと、と絶対上位表示できるとまでは言わないですけど、まあただ、そうやってね、あの、別にそこのキーワードだけを狙ってドンピシャで書いてないけど、ある程度上がってくるんだったら、ちゃんとした記事をそこで書けば上がる可能性高いよねっていうことです。 このキーワード選定せずに記事を書く注意点なんですけど別にキーワード選定しないんですけどタイトルにはキーワード含めてくださいはいこれどういうことかっていうとですねまあ記事を書くっていうことは何かしらのテーマは絶対に存在するじゃないですかそうじゃないともう記事書けないので何もないところから記事書くなんてできないじゃないですかでまあ例えばあのブログの始め方を解説する記事とかあとは転職のね面接対策とか まあそういう記事のテーマがあると思うんで、まあ、そういうところでは例えばブログ始め方とかあの転職面接みたいなキーワードをタイトルに含めるっていうことですねでここで言ってるキーワード選定せずにっていうのはそのキーワードの競合とかあとは収益性っていうのは無視してもいいよっていうことですねなんであのさっきも言ったんですけど、まあ、キーワード選定よりも読者満足度の高い記事を書くことに集中してくださいっていうことですね で、この時、まあ、どのぐらい記事書いたらいいのってよく言われるんですけど、まあ、30から50記事ぐらい書いてください。はい。そのぐらいの記事を書くとね、ある程度、こう、SEO が、まあ、決まってくるので、まあ、その次のステップに行ってもいいかなと思います。で、30から50記事っていうのは、あくまで目安ですね。あの、多少前後してもいいです。多少前後してもいいんですが、ただ、あまりにも大幅に、えっと、まあ、この30から50記事より、 増やすとかっていうのはやめた方がいいです。どういうことかっていうとですね、例えば30から50記事から大幅に増やす。まあ僕の感覚で言えばまあ100記事以上なんですけど、100記事以上書いても全然 SEO で上がらないっていうのは、もうそもそもですね、あの、作業量とか記事数が足りないとかじゃなくて、やり方が間違ってる可能性が高いです。なのでそのやり方で200記事とか300記事書いていってもうまくいかない可能性が高い。なので、そういう時は一回立ち止まってやり方っていうのをもう一度、まあ考え直してみるのが、 いいかなと思いますでまあ重要なことねさっきから言うんですけど読者満足度の高い記事を書くっていうのが絶対重要なので、あのー、適当に書かないようにしてください適当に書くっていうのは毎日1記事書こうとか思わないでください毎日1記事書いていい記事書ける人はいないですもう初心者だったら絶対に無理あのー、僕でも無理なのでまあ記事のテーマにもよるんですけどまあ15年間ね、まあ、今年で16年か16年ぐらいブログやってる 僕でも、あの、一日一記事書くっていうのはめちゃくちゃしんどいです。で、記事によっては普通に一記事に一週間とかかかるものもあります。やっぱり、ちゃんと丁寧に記事書こうと思ったら、そのぐらい時間かかるんですよ。じゃあ、ブログ始めたばっかりの初心者の人がね、一日で書いた記事がいい記事かって言ったら、いい記事なわけないんですよ。絶対にいい記事じゃない。それは、もしいい記事だと思うんだったら、それはただの自己満ですね。なので、そういう記事をずっと書いていても、やっぱり、 なかなか上位表示っていうのはできないので、まあ、とにかくね、あの読者の役に立つとか、読者の悩みを解決するためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考え抜いて、1記事1記事書いてください。そうなると、100記事とか200記事書くっていう気にならないと思います。僕はならないです。なんでかって言ったら、めちゃくちゃ大変だから。まあ、めちゃくちゃ大変だし、普通にその時間もかかるし、あとは、無理だと思いますよね、そこまでやるのって。一体何年かけてそんんな記事書いていくんだろうと まあその3年とか4年かけて100記事とか200記事書くんだったら全然いいんですけどほとんどの人はそんなスパンで見ないじゃないですか半年とか1年とかそんなので見ると思うんですけどあのそれだけね気合を入れた記事を半年間で100記事書くってまあ無理ですよもう本当にもう1日15時間の作業を1日も休まず続けるとかまあそれだったらまあなくはないですけど基本的にそうじゃないじゃないですかまあなかなかねこうブログを専業でやってる人っていうのは少なくてほとんどの人が副業でやってると思います 1> で、一日二時間とか三時間で、あの、記事書くと思うんですけど、あのね、ほとんどの人は、なんでそれで失敗するかっていうと、自分の時間を基準に決めるからですね。このテーマで、この記事を書くのに何時間かかるって言って、その、使う時間を決めるんじゃなくて、自分は一日二、三時間しかないから二、三時間で記事を書こうって言って、記事書いてて、結局もう書く時間なくなっちゃったらそれで終わりにするじゃないですか。じゃあ、それで読者のためになる記事とかね、役に立つ記事書けるかって言ったら、 まあそりゃ書けないですよ。だって自分が中心なんだから。自分の使える時間で 1, 1日1記事書くっていうのをもう決めてるから、その時間であの書けるものを書いてドンって出すんで。いや、それはうまくいかないよね。なので、まあそういうのが結局読者ファーストじゃないっていうことですね。まあ自分ファーストになってる人が多いので、だからとにかく読者ファーストで書いてください。この記事をね、1個のテーマで、 記事書くのに一週間かかるんだったら、一週間かけてください。二週間かかるんだったら、二週間かけたらいいです。そんな一日一記事とかで、書いていくよりも、よっぽど成功する確率上がります。もう絶対ですね。はい、まあ、二千五年からやってる僕が保証します。ここまでがステップ一ですね。あの、キーワード選定せずに記事を書くっていうことです。まあ、とにかく、あの、検索エンジンのこと。よりも、読者のことを考えて記事を書いてくださいっていうことです。 はいでここからがステップ2ですねステップ2が全記事の検索順位をチェックすることですねあの自分のブログがどんなキーワードで評価されているのかっていうのを見てください SEO でね上位表示することは難しいんですけどぶっちゃけですねフィリンクが0でもある程度までは検索順位上がります今日のアベメモですキーワード選定しないで読者に集中して記事を書く優先すべきは読者満足度の高い高品質な記事 どのキーワードも競合が強く考えることが多いのでキーワード選定は初心者には難しい。キーワード選定しないで上がるキーワードは上位表示できる可能性が高い。キーワード選定しないけどタイトルにはキーワードを含める。 最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けています。お気軽にコメントをしてください。コメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しています。よければチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。